オフィシャルロゴオブザホワイトハウスインターンシッププログラム2012年春のホワイトハウス実習生と話すバラク・オバマ大統領ホワイトハウス実習生とはホワイトハウス研修プログラムに参加しているもののことである。主にホワイトハウスで行政府の仕事を手伝うアメリカ合衆国政府のインターンシップ制度の一つである。ホワイトハウス実習生となることは一つのステータスであり。 政府交換を目指すのであれば必ず経験しておくべき経歴と言われている。実際に政府交換や実業家の経歴にはホワイトハウス実習生を経験した人物が多い。参加者は無給のボランティアであり、年に春、夏、秋の3回の研修が行われており、毎回100人が参加している。実習期間は約3ヶ月で2009年夏のプログラムでは、 期間は5月22日から8月14日までで、2010年夏のプログラムでは、期間は書類提出期限が2010年2月7日まで、研修期間が2010年6月1日から8月13日までとなっている。ありがとうございます。